皆さんこんにちは、今日はですね9月27日ですね9月27日、日曜日でございます。こちらは、圏央道の海老名インターチェンジです。今日はですね、昨日9月26日に、開通した厚木パーキングエリアスマートインターチェンジというのをですねちょっと、使ってみたいと思います。ということでね、今海老名インターから入りますが、まあすぐですよ、県央、隣が県央厚木で、その次が、厚木パーキングスマートインターチェンジということで、ちょっと時間がねもう4時半ぐらいなので西日が眩しいですね。ということで、これからですね向かう厚木パーキングエリアスマートインターチェンジなんですけれども、神奈川県内で初の、スマートインターチェンジになります。まあ全国的に見るとですね、スマートインターチェンジって結構もう増えてきていますよね。特にあのサービスエリア、パーキングエリアに併設されたタイプのスマートインターチェンジっていうのがかなりね多くて、まあ東名高速なんか走っていても足柄スマートインターだったり、駒角にもついてますよね。それから、明日か、駿河湾沼津、藤川とかね、もうあの上げればもうたくさんっていうようなね形です。他にもね、スマートインターチェンジ単体でも、例えば関越道の坂戸西スマートインターチェンジであったりとか、中央自動車道の府中スマートインターチェンジだったりっていうのが、あるんですけれども、まあ、なぜか神奈川県内はですねスマートインターチェンジ全然できてなくて、まあ用地とかの関係もあると思うんですけれども、まあ、なかなかスマートインターチェンジね供用が、なかったんですけれども、今回ね、神奈川県初のスマートインターチェンジということで、厚木パーキングエリアのスマートインターが開通したということになります。で、神奈川県内はですね厚木パーキングの他にもですね横浜横須賀道路横横の横須賀パーキングエリアですかね、サービスエリア、あそこパーキングエリアかな、横須賀パーキングにも、スマートインターチェンジを、作る構想がありまして、あとは、今ね絶賛工事中ですけれども、東名高速の綾瀬バス停のすぐ横にですね綾瀬スマートインターチェンジっていうのが、今建設中です。でその他にもですね、あとは、新東名の、秦野サービスエリアに、スマートインターチェンジを併設すると、あとはもう一個が、同じく新東名で山北スマートインターチェンジですね、こちらもまあ現在新東名の工事中ということで、できたら供用されるようになるというような形で予定されています。まあインターの名前とかはちょっと仮の部分もあると思うんですよね。正式に決まってるのは横須賀と、綾瀬だけかな。その今ね新東名でまだできてない区間、伊勢原大山から御殿場までの区間の間のインターチェンジであったりっていうのはまだ仮称ですかね、どうなんだろう。まあただ今後ね、神奈川県内にもそういう風にね少しずつ、広がっていくものと思われます。で私自身はですねこのスマートインターチェンジっていうのは、一度しか使ったことがありません。ここのパーキングの、案内にはスマートインターチェンジの表示はなかったですね。私はですね過去これまでねいろんなところをまあ運転して行ったりしてるんですけれども、スマートインターチェンジはなかなか使う機会がなくて、ごめんなさい、1回じゃない、2回か、2回しかありませんね。1度目は、中央道の先ほども触れました府中スマートインターチェンジですね、これ一度使いました。でそれからもう1回がですね東名高速の藤川サービスエリアのスマートインターチェンジですね。まあこの2箇所のみです。はい、
まあ便利なんでしょうけどね、結構変なところにあるじゃないですか、サービスエリアとかの併設型だとね。はい、 ETC 出口というのがありましたね、表示が出ておりました。結構ね、高速道路のサービスエリアって山の奥にね突然出てきたりするので、実際のところあまり使う機会がないんですよね。ただまあ地元の方とかは、なんかちょっとね車で30分とか走らないとインターがないっていうようなところだったのが、まあね、スマートインターチェンジができると、10分で行けるとかね、そういう便利になる部分あると思います。さあ、じゃあこちらですね、厚木パーキングエリアです。ここね、実はそのスマートインターチェンジでね ETC 出口って出てるじゃないですか。これ昨日開通したんですけれども、このね ETC 出口っていう看板は結構前からね出てたんですよ。これがねまた紛らわしくて、もうあれもうできてんのかなみたいな、ね、そういうようなね錯覚に、なってしまいました。さあ、ということで、どういう風に行きゃいいのこれ、出口はどこ。満車か、止められちゃいましたね。普通に出口で出たいんですけど、まっすぐ行くと出られるそうなんですけれども、どういう風になってるんですかね。パーキングを使ってから、スマートインターで降りることができるんですかね。あ、こっちだ、あったあった、ETC 出口って書いてありましたね。あったあった、ここか。で、ここを曲がって、うん、OK ですね。あ、ここにありましたね、出口が。はい、ありました。ここです。じゃあ ETC の、出口こちらということで、はい、この先必ず一時停止ということで、まあスマートインターチェンジは必ず一旦停止をしますよということになります。はい、OK ですね。はい、いいのかなこれで。なんかわかんないね、初めてね来たところなんですが、はい、ここは一応なんかサークル状になっていますね。サークル状になってるけどこんな感じですね。ここの信号機はどういう風になってるんでしょうか。感知式なのかな。感知式とか、あとその向こうのね出口と連動して青信号になるんだったらいいんですけど、車いないのにね、あそこで信号赤信号、こっちのね道が赤信号になっちゃうのはちょっとかわいそうですよね。どういう風になってるのかちょっとわかんないですけど、ということで、ちょっとね、最初だったんで、どっちから行きゃいいんだろうって分かんなかったんですけど、出られました、無事。今度はこちら、内回りの方のですね、パーキングの入り口を使ってみたいと思います。こちらですね、東名茅ヶ崎方面とあります。これがね連動してるのかどうかちょっと観察してみないと分かんないですね。感知式ではなさそうです。はい、じゃあちょっと西日がきついですけども入っていきましょうか。はい、間違えたらここで戻れますよっていうね。はい、じゃあ入ります。もうちょい前か。OK です。はい。ちょっと手前すぎましたね、止まるのがね。まあ、間違えた時用に、ちゃんと、こう、展開する通路がありましたね。はい。ということで、厚木
木パーキングエリアです。ここはね、以前はなかったんですけれども、やっぱり拡幅されて、駐車スペースがね増えました。まあ今日は寄らないでも帰ります、このままね。ただただパーキングエリアのねスマートインターをちょっと使ってみるってだけの動画でしたが、を出すほどのあれじゃなかったですかね、直進でね。じゃあこのまま、戻りますということでね、厚木スマートインターチェンジ、使ってみました。まあ神奈川県初めてのねスマートインターチェンジで、ただすぐねもう目の前が県央厚木インターなので、まあこのスマートインターチェンジがどういう風に活用されるのかっていうのはちょっとわからないですけどね。まあこの栄橋に入りたいのであれば厚木スマートインターチェンジで降りた方が良さそうですけども、ここね栄橋っていうのは今ある座間の方に行く橋なんですけれども、そこを使いたいのならわざわざ県を厚木行ってね、129の高層バイパス入ってみたいなぐるっと回るのはちょっと面倒くさいので、ということで、じゃあまあここでおしまいにしましょうかね。厚木パーキングエリアのスマートインターチェンジ昨日開通したということでちょっと、見てみました。本当はね逆から入るのもいいんでしょうけど、まあいいか、ね、さっきのね逆っていうか出た方のね、外回りのパーキングにもう一回入ってみてっていうのをね、やってみてもいいのかもしれないですけど、ちょっとまあ往復はお金もかかっちゃいますのでこれぐらいにしとこうと思います。それでは、簡単ですがここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。